こんにちは。和声のワンポイントレッスンのお時間です。今日のテーマは俗句の高音省略形の連続語度に注意ということです。まずは触れを弾いてみます。入りだとこういう進行ですね。で、実はこの触れの中に金速があるんですけど、見つけられましたか？最初の触れのソプラノとテノールと、後半のフレだとソプラノとアルトで連続語度が起きてますよね。これがいけないってことなんですよ。で、修正するしかありません。で、まず最初のフレ1小節目に注目してください。この下からシレファラの配置の和音が俗句の高音省略形の一点ということになります。それでこの時のこれがまずいんですよね。だからソプラノかテノール、どっちかを修正しないといけないってことになりますけども、ソプラノを修正するわけにはいかないんです。なぜならラは第9音ですから、次絶対ソに行くんですよ。なのでこれは決まってます。限定進行音ですから。なのでテノールの方を変えるしかないってことなんですよね。で、テノールはレですけど、このレは第5音です。というわけで限定進行音ではないわけですから、レがドに行ってしまうと金速になるので、ド以外の音に行けばよいということになりますね。ですから例えばレミっていう風に上がったりすると、そうするとこの瞬間ドミミソっていう配置になって、ちょっとイレギュラーな配置ですけども、でもこれで金速は免れるってことになります。で、帰りの方もこれからドミソソっていう、またイレギュラーな形なんですけど、やっぱりアルトがドに行ってしまうとこれバツなので、この場合ソに行って金速を回避してるっていうことになるわけなんですよね。こういう風に修正してくれればいいわけなんです。で、もしくはもっといい修正の仕方がありまして、それがですね、この俗句の時の配置を変えてしまうということなんですよね。で、俗句の高音省略形の一点の密集の時に、さっきはシレファラでしたけども、シラレファで始めたらどうですか？これ次1に行ったらこれ綺麗なんですよ。で、これ第5音のレがレードって風に下がってますけど、この場合連続語度は起きてないです。で、次の帰りのやつも、さっきはシファレラこの形だったんですけど、シラファレの形で始めれば金速が起きないで済みます。で、さっきは金速起きて、今回は金速起きてないですけど、どこが違うのかってことですよね。で、問題は第5音と第9音の関係なんですよ。さっきのフレもう一回見てみてください。さっきのフレでは第5音のレよりも第9音のラが上にありますよね。レとラがレ、ラって風にラの方が上にあると思うんですよ。なので両方とも下がってしまうと連続語度になるってことなんです。でもレとラの関係が逆だったら、ラーレって風にラの方が下だったら、これ両方とも下がっても連続ヨドになるので、これは金速じゃないんですよね。ということで、このさっきいいよって言ったこのシラレファの配置とかシラファレの配置、この配置っていうのはラとレの関係よく見てみますと、ラの方が下にあると思うんですよね。これだったら連続ヨドの形になるので金速が起きにくいってことなんですよ。というわけで、今日の大事な話というのは第5音と第9音の関係ですね。これが第9音の方が上にあると連続語度が起きやすいので注意しましょうということなんです。修正例としては、今みたいにそもそも第9音が第5音よりも下にあるともともと起きにくいですから、こういうふうな形にしていただく。で、もしくは第9音の方が上にあったら第9音の方を変えるわけにはいかないので、さっきみたいに第5音を何か別の音に行って、こう多少イレギュラーな形になるかもしれないんですけども、そういう風に修正していただくということになります。
これが連続5度の修正の仕方です。次は3点のパターンやります。続句の高音省略の3点ですけど、このフレーの最初、次がこういう風になっています。でこれも金速があるんですけども、これとこれですよね。やっぱり連続5度があると硬くなっちゃうっていう、これの中でこれがあるとまずいわけなんですよね。ということでこれも修正しないといけません。でこの場合の続句の3点の形ですと、第5音のレが4度上に飛んで連続が起きないように回避することが多いですね。この右の丸のフレーの最初みたいにあるとレーソっていうふうに上に飛ぶとか、で次もテノールがレーソっと上に飛んでますけど、これが理想的な形ということになります。というわけで3点の時は第5音が4度上に飛んで金速が起きないようにすることが多いですね。というのが今回の内容でした。続句の高音省略形の形は1点の時と3点の時がこのように連続5度が起きやすいですから注意しましょう。でその時のポイントが第5音と第9音の関係ですね。第9音が第5音よりも上にあると金速が起きやすかったですから十分注意してください。それでは今日はここまでで終了です。どうもありがとうございました。